四季島花大カは、鈴木目鈴木屋目にところ属する魚類の分類群の一つ。四季島花大など定性魚を中心に、少なくともに属12種が記載される。学名の由来は、ギリシア語のカロスとアンサイアスから。四季島花大カの魚類はすべて海水魚で、インド洋、太平洋及び東部大西洋に分布する。十数種からなる小さなグループで、 日本の近海からは、四季島花大、天竺花大、青梅花大の二族三種が知られている。本家魚類は海底付近を遊泳して生活する低生魚の一群である。やや深みで暮らす種類が多いが、沿岸の珊瑚礁から水深300から500メートルに、至る深海まで分布範囲は多岐にわたる。ほとんどの仲間が赤色や大色を基調とした鮮やかな体色を持つ。 四季島花以科の仲間は左右に平たく側平たしたいわゆる体型の体型を持つ多くの種類は体長10から3 0トルほどに成長する一方大西洋に分布するカランサやスラバーは全長6 0トルに達する側線が背びれ規定の近くを走行し背びれの後端があるいはおつかまで達すること体側中央に 穴や溝を持つ特殊な鱗が列をなすことが、本家魚類の重要な形態学的特徴である。背びれは11本の棘状と9から11本の軟状で構成される。椎骨は24個。敷島花大科には、ネルソンの体系においてに属12種が認められている。敷島花大族は、裸に近縁であることが知られていたものの、分類学的な位置づけは長く不明であった。 ネルソンの体系以降、グランマ化に含められていた天竺花大族と共に独立の四季島花大化として扱われるようになっている。本校ではフィッシュブイスに記載される山賊14種についてリストする。ありがとうございます。